どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。それじゃあ続き行きましょう。さぞ歌詞難しいんだろうな、これ。行こう。樽に当たると死ぬんだね。結構難しくね。そしたら。かといってほっとくとね、それはそれで食らうからね。弾は無限みたいだね、どうやら。敵さんが哀れに見えてくるな。あんなとこに戻ってね。あ、戻ってない。うおー、地味。重いのが地味。そう、ここよ。あとは入り口を見つければいい。ねえ、呪われた宝について読んだことがある。でもまさかそんな。まさか呪いなんて信じてんじゃないだろうな。これだけは言えるわ。ここでは良くないことが起きた。村全体が突然消えるわけないもの。まあな。他に説明がつく？入り口ね。ぶっ壊せないか。入り口これじゃない？来い。ありがとう。はあ、調べてみよう。ここでジェットスキーの見張り番をするわ。あなたは塔に登る。できれば一緒に戦ってほしかったという気持ちが。よーし、オッケー。ラッキー。なんかヤバいのがいんな、一人多分。お前か。強い。強い。見つけたぞ。よし。めっちゃいる。あー、くそー、いいとこついたんだけどね。まさか、こっからか？結構余裕ねえな。そうなると。よーし！見つけたぞ。
さあどこだ。おお、やっぱりびっくりすんな。オーケー、もういないかな。便利かもな。ありがたい。これだよ俺が言ってんのは。あっちにいるぞ。聞いて。まだいる気がすんだよな。さあ、来た。あ、いいもんがある。おっしゃ。あれ？ AK は俺の、あ、上か。あった、よし、50発。補充はできそうにないか。とりあえず上登ろう。そのまま。6発しかないな、ちょっと気になるな。かといって9ミリ。いやー、まあ、しょうがねえ。あ、なんだこれ。あー、9ミリか、くっそ。あぶね、あったわ。おわ、ちょ、まったくヒヤッとするぜ、ベイブ。あー、ちょっと打ち返せ。よし、ほっ、間に合った。泳いでいけ。おっと、9タワーへ。ナイス、最高。次回公開を楽しみに。ウォーターバイクのストーンを生き抜いたネイトは一度エレナと別れ、陸路で集荷場跡まで向かうことになる。集荷場跡を見つけるためにまず塔に登って高い位置から地上を見下ろさなければならない。しかし武装集団はそれを許さなかった。次回頂点へ。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。では明日の動画でお会いしましょう。ルカでした。メイでした。またね。またな。逆もありだね。声高めだね。